なるほど、結界か。侵入者が入った場合に発動するタイプ、なら俺がすることは一つだな。愚か、この世界は誰のものでもない、それを独占など愚か以外の何者でもない。ここの観測ができたら全ての状況が把握できる。誰だ、私の領地に無断で立ち入る愚か者は。なんだ貴様、人の領域に侵入して何のつもりだ。悪心境か、少し黙ってろ、情報を先にもらいたい。許さん、未人の情報、空気、にも触れることも許さん、立ち去れ。ああ、そうか、それなら結構、許してもらう必要はない。人に騒いでいろ、必要なものが手に入ったら俺も引っ下がる。やめろ、異常者か、隠し剣、はいはいはい。はいはいはい、未来人。そのままぶっ飛び、切り刻まれ、普通の自分を奪われ、死ぬがいい。静かにしろ。わ、バカな。貴様、一体何を考えている。何もだと、そんなことありえないだろう。俺の悪視系は3つの効果を持つ。神聖大聖、思考到達、大大支配、ここは思考到達を使うまでだ。悪視系、思考到達。深刻だ、黙れ、黙るなら命だけは助けてやる。は、早い。答えろ、黙るのか、黙らないのか。黙るのはお前。なら、黙らせてやる。出血大サービスだ。どうせなら土の中に埋まってろ。お前の望んだことだ。嬉しいだろ。これで観測できる。そこの精霊、今なら俺がお前に適した主人の元に連れて行ってやるがどうする。あの、助けてくれるの。ああ、だが俺は面倒は見ない。その代わりお前の保護者に適した奴を紹介してやる。頼るならそっちに頼れ。この眉間から毛が生えてる奴も今は気を失っているだけだ。後に目を覚ます。そいつがパパやママ、他の人たちを殺したんだよ。見過ごせない事態だが、結果に興味はない。敵討ちなら好きにしろ、返り討ちに会うのが必然だと思うがな。あなたは一体。精霊が急激に減った。そうなればこの環境はどう変わる、どう傾く。俺が知りたいのはそれだけだ。俺は観測者、悪神教にも精霊にも、ましてや若き神にも肩を持たない。わかんないよ。ここも被害はでかい。被害が大きい順で言えば、地、風、水、火という感じか。ならまず変化が出てくるのは地、精霊の壁が突如弱まった地にどのような変化が現れるのか。ついてこい、お前の新しい保護者のところまで連れて行ってやる。うん、わかったよ。この子、結構傷があるわね。どうにか治したいんだけど。月下様、私の力を使いますか。メロ、どうにかできるの。はい、私と共鳴してください。そうすればおそらく。わかった、ネロ、力を借りるわね。では、私のお力、存分にお使いください。あれ、何この感覚。今までの感覚とは違う。今の月下様は私の一部を反映されていますから。私の共鳴は、人形の能力をどんどん習得し、機会を増やしていく能力のようですね。人形の能力をどんどん覚える力。今使える能力は少ないですが、きっとどんどん能力を得ることができますよ。私とネロちゃんの共鳴の力、治療支配。すごい、今までとは違うやり方、違う法則の治療、完全な治療、指揮の応用ではない本物の治療。これが、私の力。ごめん、私としたことが興奮して見分けがつかなくなってた。いいわ、でも初めて治療支配を使ったけどすごいわね。意識もしっかり戻るなんて。どこか不自然なところある。大丈夫、むしろ以前より元気になったくらいだよ。感謝しかないね。よかった、それでなんだけど、町まで一緒に来てくれない。敵の情報、鍵の情報、少しでも私自身入手しておきたいの。待ち合わせもあるし。それはダメだ、私にはやることがある。火の守護王の鍵を盗んだ子供を捕まえないと。そういえば戦ってたらしいわね。強いの。強い、子供とは思えないほどの力だった。それはまるで。はは、見つけた。僕は下なのに地の精霊を見つけたよ。あのガキの声。待って、寺は簡単に取れたぜん。ハーリッチ本当に無能なんだからさ。返してムー、みんな死んで。それで鍵も守れなかったらムーは。ムーは何言ってんの。これは僕のものだよ。下が欲しいって言ったものは下のもので、上がそれを奪う権利はないんだよ。それはムーの大切なものムー。取らないでムー。下は弱いから上に暴力していいけど、上が下に暴力振るうって最低じゃない。大丈夫、テラ。鍵が取られたムー。お願いムー、あの鍵を取り返してほしいムー。わかった、テラは離れてて、私は戦うから。ごめんムー。軽い、ボルケーノドライブ。君
どこに行った？バカだな、まともに相手するだけ無駄なのに、相手するわけないじゃん。無駄と思った。みんなは弱い者いじめが好きなのはよくわかったよ。あのフード、この子も悪人よ。なら油断したらダメ。僕だってただいじめられるなんて嫌だからね、抵抗するよ、来たなりに。第58悪魔兄様、弱者であり、何もない僕にお力を。今使えるのは機能性能力と想定支配。想定支配は物を作り出すくらいならできるけど戦闘に応用できる術はまだない。悪事件？寿命操作。寿命操作。この子、早い。悪事件？炎操作。さて、僕をいじめる上は消えたし、さっさと帰る。見るな、ガキが。僕君嫌なんだよ、炎効かないし、精霊に寿命あるのかわかんないし。しかも硬い、嫌になるよ、本当。私も攻撃が当たらなくて嫌になるわよ。あのさ、さっきからしつこいよ。何？さっきから。あのさ、私もボルケーノドライブも。うざいよ、いい加減。それでこの後も狙ってくるんでしょ。ひどいもの。ならここからは1対1でいいわ。すごいね、あれだけ炎に包まれての傷なんて。使い慣れない能力は先にしっかり確認しておくべきね。反省したわ。そうよね、これも機能性に含まれるわね。なんだよ、独り言とか気持ち悪い。ここであんたは罪ってことよ。吸収支配エナジードレイン。罪って？何を言って？わかった、坊や、どんどん力が奪われているの。嘘でしょ。ねえ、話して。恥ずかしくないの？そんなことして弱者から物を巻き上げて恥ずかしくないの？黙れ、犯罪を犯す奴に弱者も強者も関係ない。早かったけど、捕まえてしまえば全然大したことないわ。調子に乗るなよ。最後だ、僕を話せ。話してほしいなら自分から抜け出しなさいよ。言ったな。何今の、いきなり凄まじい力が。896。何よ、その今まで見たことないほどのバカみたいな力は。僕を怒らせたからだ、死ね。強者は全員死ね。勝てない、扱い慣れてないってことで。これは無理無理、このままだと全滅無。でら気の精霊さんはムーが保護したムー。もう誰も死なせたくないムー。わかった、逃げましょう。ムーに捕まるムー。逃げるな、行くのそうだ。下が少し怒ったら上はすぐに逃げる。上は強い者しかいない。下に生かされてることを認めないクズだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。